皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2005年公開の、アサルト13、要塞警察。現代、アサルトオンプリシンクト13。監督はジャンフランソワリシェ。脚本はジェームズ・デモナコ。主な出演は、イーサン・ホーク、ローレンス・フィッシュバーン、ガブリエル・バーン、など。大晦日のデトロイト。その日で閉鎖される13文書には、巡査部長のローニックを含む数人の警察官がいた。そこへ吹雪による悪天候のため、凶悪犯を乗せた護送車が緊急搬送されてくる。そして深夜、留置場が何者かに襲撃される。というストーリー。ジョン・カーペンターのデビュー作、要塞警察のリメイク作品なのだが、娯楽映画としては9大点。ストーリー展開はほとんど変化球なしの、オーソドックスな警察サスペンスの直球勝負。登場人物のキャラ設定が、どれも B 級作品にありがちなステレオタイプのオンパレードだが、キャストに結構渋い面々が揃っているので見られる。お約束のお色気キャラのアイリスを演じるドレア・ド・マッテオも、実はテレビドラマでエミー賞を受賞している実力派だったりする。ということで、評価は。Thumbs up.